ればいけ。なぜ金を払わないと飯が僕を追えばいいじゃないか。金持ちは怖え。こんな世の中の何が仕事は楽しいか。いいな。そんなわけ我々は断固だから帰るのだ。働きたい奴だけ働いて理想郷を実現させるのだ。このはボス、誰も聞いてません。だと行くぞ。まずは町一番の大富豪ゼニールの家を破壊して本気だと分からせてやる。豪邸など不平等な象徴だ。やっそこの高層ビル丸ごとゼニールの自宅。けぇ、悪いことをして荒稼ぎしたに。許せん。破壊しろ。やっそ。しました。さすがは新開発されたバトルスーツ。あ、このマンション違った。すいませんボス、ゼニールの家はもっと。失敗は誰にでもある。違いません。ではいざ。ハゲが押し寄せてくるぞ。こいつら本気でぶっ飛んでやがる。待て、悪党ども。正義の自転車乗り、無面ライダー参戦。無面ライダーが来てくれ。彼が来たならもう安心だ。ヒーローか、くだらん。行くぞ。ゼニール様、お逃げください。わしのイメージだ。その人、あんたは運がいい。俺との契約。おお、そじっかく。無論のこと、案ずるなら連中の意味。あんたらは死体の山をどう処理する。桃源だ。聞いたことのない B 級賞金組のハンマーヘッド。ボス、この林を抜けた先に見えるのがゼニール邸。よし、行くぞ。何かいる。待ってたぞ、ハンマーヘッド。ゼニールの使いだ。はじめに言っておく。俺は今まで戦った仕事は完璧にこなす。今すぐ投降すれば死なずに済む。お前らはどうする。よし、おい、行くぞ。見えるか。なんで見た。なんだ。くそったれ。Thank you.
えるか。終わった。ああ、ハンマーヘッドの。では今から戻る。暴れ続けるなどとハンマーヘッドに同調したメンバーはつまんない事件だな。また構成員の頭へ外出された際にスキンなんだと。俺と被ってん。せっかくヒーローやっててもこんな真似されたら俺も悪者扱いされる。ベッセベス。奴が刺したのが頭でよかった。俺の頭蓋骨が通常の何倍も分厚くてよかった。あ、いた。なんだお前、桃源団に入り。いや、俺は趣味でヒーローをや、一身上の都合によりお前らをぶっ潰すわ。で、手下たちはどこに。じゃあ死に。お前それじゃ生き残れねえぞ。で、おう、やんのか。間に合いそうもないな。あれ、おい、そったれ。おう、ミロを出してんじゃねえ。早く分かってるこい。晩飯何にしようか。早く分かってこい。で、おう、挑発したって無駄だぜ。間に合いそうもないな。もう悪さやめろよ。俺を待つ。
ああ、帰るか。ハンマーヘッドはどこに行った？まだ残党がいたと思う。ああ、ハンマーヘッドならあっちに行ったけど。なんだこりゃ。おい、違うぞ。何？俺は桃源団の仲間じゃねえよ。嘘。いやいやいや、ふざけんなよ。よく見ろよ。よく見るも何も、その頭では言い逃れでき。いや、ほら、俺だよ俺。趣味でヒーローやってて、割と活躍してる。お前など知らん。あ、そうぞ。それに、お前は俺の技を二度も見。俺は忍者の里に生まれ、幼少の頃から技の研鑽を重ねてきた。その技をお前は見切った。許されないことをした。何言ってんだこいつ。俺のプライドが許さ、お前が誰だろうと。もう、お前はただ自分の技を試したいだ。その無邪気な笑顔を見りゃわかる。あ、どうだ、音速を超えるこのスピード、そして衝撃か、見えるか、この速さについてこれるか。ああ、帰っていいか。こいつ風神逆。チェックメイト。あ、すまん。いや、わざとじゃ。寸止めしようと思ったら勢いでぶつかっただけ。俺は暗殺だが、仕事はしばらくお預けだ。お前という好敵士を見つけたからには決着がつくまで鍛錬が。名前を聞き、埼玉。埼玉。ああ、究極の忍術で確実に仕留める、この音速のソニックがな。頑張れよ。音速の誰ですか、その頭痛が痛い。わからん、いきなり現れてライバル宣言して去った。先生がお困りなら俺が消しますか。お前も厄介だな。っていうか、なんでまた来てんだよ。帰れよ他人な。先生、俺は強く。俺は重大な問題に気づいてショック。今日は帰ってくれ、頼むから。先生ほどの人が抱える重大な問題とは何ですか、教えてください。チーム、確かに先のニュースでも埼玉先生でも音速のソニックでもなく。まさか先生、ヒーロー名簿に登録してないんですか。全国にあるヒーロー協会の施設でテストを受け、一定の水準を超えればヒーロー名簿に登録され、正式にヒーローと名乗ることを許されます。知らなかった。いえ。お、登録しようぜ。行きましょう。今日は若者の労働問題、よろしくお願いします。さて、昨今峠この現状をどう思われますか。俺も大して変わらなかったってことか。まあ、桃源団に夢を諦めるな。無責任に投げられた言葉に、そういうやつは結局勝負。はあ、一歩間違えれば俺もあいつみたいになった。